はい、どうもチャースレオシグです。本日の動画はアップデート強化機体とかではなく、珍しく新機体の動画でございます。ということで、水星の魔女からの参戦ダリルバルデですね。いやー、俺ね、前作周期ぐらいからね、アップデートで追加された新機体をすぐ上げるってのを全くやっていなかったんですよ。これ理由がありまして、俺多分ね、新機体取るの向いてないんだよね。いや、っていうのも早く撮りたいじゃん、やっぱ初日動画上げたいからってなった時に、まあその初日でさ、いろいろ手探りしながら乗っていくわけですが、俺ね、なんかそのキャラ研究する時にできればちょっと時間かけたいタイプというか、なんかできることが増えてれば増えてくればくるほど、あ、この動きやりたい、あの動きやりたいみたいな感じでやると、なかなか時間がかかって、で毎回新機体を上げるのが夕方とかになって、あ、ダリルバルデ、あ、でももう新キャラの視点もう見たよみたいな感じで、再生数がなかなか伸びなくて、あ、新キャラ撮るの僕向いてないんだみたいな感じになっていたんですけど、ちょっとダリルバルデはね、普通になんか動画見てたら面白そうだなと思ったというか、まあ具体的に言うと本格闘がついていたんで、ちょっと触ってみたいなということで、まあなんかワープでから2、3日ですが、今回撮ってきました。で、まあなんかどんな感じのダリルバルデになったかっていうと、まあ見てもらえればわかる通り、結構なんかレオシグレオシグした視点となっております。多分まあ自分自身もね、触ってて多分ダリルバルデ使い方こうじゃないんだろうなと思いつつ、まあ自分らしく触れればいいかっていう感じで、結構楽しくやってきた視点なんで、よければ楽しんでください。さあ、といったんで、じゃあ視点の方を見ていきましょう。一応武装の紹介も軽くするけど、まあ大体知ってるよねみんなといったところです。さあ、ここは一回ルブスの方はしっかり止めていきつつ、レオシグレオシグしてますねはい、といった感じの1試合目でした。で、なんでこういう動きに行き着いたかっていうと、まあそもそも俺がね、こういう動きのダリルバルデをやってみたいなとちょっと脳内でね考えていたっていうのが一個あるんですけど、このキャラね、特徴的なのがピョンカ系のキャンセルルートの多さなんですよねってのをちょっと2試合目でお話ししたいと思います。いや、なんかこういうね、じっくり時間かけて新機体上げるってのは、前にカラミティとか福岡にいる時にやりましたけど、なんか多分俺こっちの方が合ってるのかな。まあなんか次新機体出てきたら、またこういうスタイルで撮りたいなと思っております。といったところで、じゃあちょっとね、さっきの話の続きをしていくんですが、このキャラね、ピョン角と前特角なんですけど、前特角へのキャンセルがすごく多いんですよ。まあ主に特殊射撃ですかね、後ろ特殊のこのペレットマイン、まあこのキャラの多分一番強い武装なんですけど、これとか、あとは今やったショットガン特殊射撃からの、ピョン角のキャンセルがあるから、ここら辺でガッチャンコガッチャンコやりつつ、最後に CS を世界にしておいて、まあちょっとここら辺でやるんだけど、こんな感じでガチャガチャ動いてから最後に CS サブでなんとかなるといった感じの動きは結構楽しくて、まあ主にこんな感じで、まあ結構アマツ寄りな動きでやっております。まあていうのもね、今回動きのベースがアマツなんですよ。まあ乗ろうと思ったきっかけもこれなんですけど、ピョン角がさ、結構アマツにそっくりなんですよね。当たった時に大車輪で、まあ結構ちゃんとしたね、性能のピョン角でってなるから、アマツっぽい使い方したら楽しいんじゃないかなといった感じでやっております。さあ、じゃあ視点の方見ていきましょう。さあ、ここが一回ボコボコにされてしまって、今回ちょっとね、欠陥編成なのがコタングとね、ガンダム X、まあ、ダリルバルデっていうお互い取りたいものでね、組んでいるわけで、ダリルバルデね、使ってて思ったけど、単身で突っ込むのめちゃめちゃ弱いんですよね。多分疑似タイマー、まあ例えばだけど、ルプスとか隣に置いて、結構お互い同じラインで戦うのが強そうだなと。ダブルロックにめちゃめちゃ弱かったね。さあ、といった感じで、ここはちょっと距離を詰めていきつつ、まあ5段がこんだけ下がってるから、もうむしろこれは3落ちをいただこうかなと。まあ5段がも多分ああいうキャラはしっかりね、体力調整してくれるということで、ここは突っ込んでいきましょう。サイジで落とされてしまって、ここからどうやってまくっていくかといった感じですけど、すごいですね、押したいボタン全部押してますね、このダリルバルデで。で、俺今回ね、まあ主にこの CS を結構メインウェポンに使っておりまして、まあピョン角 CS の動きが普通に強かったりとか、あとは、あれかな、やっぱ CS からの降りてくがね、挙動が強いんで、まあ CS サブで、展開サブから降りるときに、結構後ろにね、ノックバックしながら降り合うから、距離調整が楽なんですよね。っていう感じで、まあ主にピョン角でコードつけて CS サブで思いっきり後ろに逃げるみたいな動きもやっております。さあ、ここはペレットマイン引っ掛けていきながら、相方とのクロスバーストで一度ダブルオスカイの方を見ていく。これね、そうペレットマインね、なんかあ、これ当たんないんだみたいな場面もあるんだけど、今みたいな感じで3000の覚醒に割と平気で当たったりするから、上振れた時のね、そのなんか戦況のひっくり返し方っていうのがすごいんですよね。覚醒中だろうと本当に結構簡単に引っ掛けられたりするから、軸さえ合っちゃえばっていう感じなんですけど、
さて、いったんで、ここはちょっと相方が落ちそうだから、こちらあまり減らずに行きたいですね。さあ、一度オペレットマインとかいろいろ出していきながら、ここは後ろ特化が差し込んでいきつつ、前派生からのコンボがね、あんまりわかんないというか、俺これ好きなんですよ。俺このね、振り回すやつが好きで、結構コンボの締めにこれやったりしますね。さあ、そこから、ここは置き詰めの流れ、覚醒でペレットマインをリロードして、ダブルペレットマインで試合終了ですね。はい、といった感じの2試合目でした。あと、結構俺動きでやるのが、ペレットマインから世界で CS サブとかやったりすると結構強い動きになるんで、ここら辺もね、まあ、世界にできればありかなと思います。なんかちょっとね、バリアントに似てんだよな。はい、ということで3試合目見ていきましょう。で、この試合はね、シャッフルですね。そう、俺ダリルバルでね、最初のシャッフルで乗ってて、で、結構勝てたのよ。なんか割と早い段階で10連勝までは届かなかったんだけど9連勝までできて、あ、結構ダリルバルでシャッフルは強いのかなと思って、その後に固定をやったら固定は結構ボコられました。っていう感じで結構難しかったりしますね。まあ多分このペレットマインが見られてない相手にすごい強いっていうのもあったりするから、そこら辺で意思疎通が取りにくいシャッフルで闇打ちやすい状況の方がダリルバルで輝けたりするのかな。さあ、といった感じで、とりあえずここは一回マーズ4の方と見、マーズ4っていうかジュピター部の方と見合っていきつつ、なんか近距離のタグが完全にやってることがアマツですね、これ。ただなんかね、アマツほどピョンカクね、生当て噛み合ったりは少なかったかな。1試合目の方は結構噛み合ってね、そこはいっぱいリターンとか取れたんですけど。さあ、で、まあシャフナなんでね、ちょっと丁寧に立ち回っていきつつ、相方がエイジ3なんでね、あんまり孤立させるのもあれだから、まあ同じラインで戦いたいですね。結構ね、エイジ3とかは相性が良かった。なんか、お互いやりたい位置が結構一緒だったんで。さあ、といったんで、ここはペレットマイン引っ掛けていきながら、ピョン角をいろいろ使っていきつつ、ここはしっかりね、このサブの、なんだっけ、グスサーイーシュバラだっけ、これ。とかで、今、ちゃんとリスクケアまでできてましたね。なんかね、このピョン角で暴れた後に、ちゃんとリスクケアまでできると、おー、なんか動きが仕上がってきたな、っていう感じで、ちょっと嬉しくなります。さあ、そのまま、ここはスタイリングの方に詰めていきつつ、ピョン角でしっかり相手を翻弄していきながら、横を差し込んでいきつつ、ピョン角がつかみ判定ということで、今のはつかみ盾ですね。ランチギリギリで、つかみ攻撃やるとあんな感じで、その後にね、すぐ盾が入るっていう小技があるんで、今のはそれで、うまくダブルをさばいた試合ですね。はい、といった感じの3試合目でした。今のはなんか、アマツの経験が生きてましたね。ダリルバルでキャラ評価どうなんだろうね。俺この日使った感じは、まあ、とりあえずね、動かし方すごいなんかおもろかったから楽しかったのよ。ってのもあるんだけど、ただ、なんかね、やっぱその弾の強さは目立ったかな。で、まあ結構初日の評価でインファイターってのは聞いてたから、まあ割と前のめりに動いてはいたんだけど、降りてくのね、動きが前のみでにやりたい立ち回りとの相性が最悪なんですよ。これが俺個人的に一番気になったかな。まあ、てのもさ、グスザイシュバラ、もうこれ名前がマジでうろ覚えなんだけど、これで降りたいってなった時に、CS サブか振り向きメインサブじゃないですか。どっちもね、動きが後ろのめりなんですよ。まあ、ケツ見せて降りるか、後ろにノックバックしながら降りるかっていう感じなんで、逃げの時は悪くないんだけど、まあ、詰めながら相手の弾かわすってなった時に、降りてくしたいなってなった時に、なかなか、きつかった。だから、距離が詰まらなかったりとか、あとは、まあ、弾がね、特射とかかな、特射がね、当たってもよろけなかったりとかで、なかなか、攻めの布石を作りづらいキャラだなと思いました。それこそ、まあ、ペレットマインが当たったらね、だいぶ攻めの布石になるんですけど、これが避けられちゃってから結構きついっていう感じなんで、なかなかキャラ評価難しいなっていう感じですかね。さあ、といったんで、ここは、まあ、とりあえずオーバーヒアガキでね、しっかり後ろと格闘していきながら、なんか、今回俺がやってる立ち回り、だいぶオバヒになるんで、オバヒタクとして結構強かったのが、まあ結構単調ですけど、ピョン角からの CS 後ろと角でのオバヒアガキがね、最後結構通りが良かったんで、まあなんかオバヒ暴れの時は基本これかななんて思いましたね。さあ、といった感じで、なんかこういう動き好きだな。なんか、これね、ピョン角とね、CS サブの動きめちゃめちゃ相性いいんだよね。だからなんか、逃げになった時のダリルバレでは結構強かった。まあピョン角あって、後ろのメインな降りてくがあるから、だそういうところでね、弾さえ強ければ、ちょっとジャスティスっぽいこともできるよな、なんて思ったりしながら使ってましたが、さあ、とりあえずミディのところはショットガンで削りたい気持ちがあるが、さあ、なかなか通らず CS も溜まりきらず、オバヒアガキはできずと。さあ、とりあえず覚醒はある状況。ここは後ろ、お、今の結構上手いですね。さあ、CS 通していけなかった。CS の性能はね、なんかもうちょい強ければなとは思ったんだけど、割とでも悪くなかった。なんか中距離でたまに着地に刺さったりするし、今みたいな感じでね、近距離で前線を押し付けるとたまに当たってくれたりと。まあ、降りてくついてで撃つ分には結構強いのかなと思います。さ
さあといった感じでナイチンの覚醒が迫る状況。ここ今ねレバトックしたからピョン角まで多分出せたんで、そこまであがいてればもうちょい安く済んだのかな。さあナイチンが迫り来る状況、こういう動きが強いなって言おうとしたんですけど、なぜかブーストボタン押せていないレオシグ。さあここはフラッグの方にペレットマイン打っていきつつ、まあ一度落ちてしまったがだいぶいい状況ではあるでしょう。覚醒はある状況。さあフラッグの方に、ここは一度ペレットマインペッペペッペやっていきながらこれ1個誘爆すると全部誘爆しちゃうから結構弾消されやすいんだよなっていうところで、まあなんか相手が弾打ってる状況はあんま打たない方がいいかもねっていう感じで、ラストうまーく軸合わせて試合終了っすね。このペレットマインね、軸合わせた時のその当たり方ってのが結構本当に尋常じゃない当たり方するから、まあ基本的にはこれ引っ掛けてインファイトするっていう感じかな。はい、ジェニング行きましょう。結構今回は楽しく動かせた。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。ダリルバルデ、まあ割とね、出たばっかとはいえ市場の評価がちょっと低めだから少し気になってはいたんですが、まあなんか強い弱いっていうよりもなんかその立ち回りのなんだろうな、どっちつかずな感じが気になるなと使ってて思いましたね。まあなんかその逃げ性能がさ結構高いのよこのキャラ使ってて思ったけど、に対してその中距離で、じゃあ逃げ性能高いキャラってやっぱ中距離でやりたいこと多いんですけど、中距離でやれることがねペレット前に吐き出すぐらいだから、そういったところでの、じゃあ逆にまあ格闘とか強いからインファイトしたいなってなった時にその降りてくとの噛み合いの悪さとかが目立って、どっちつかずってのが正直な感想ですね。まあそこ差し置いても俺は個人的に今回ねすげえ楽しくガチャガチャ動かせたから面白い機体だなと思いました。あとこのキャラね、特有の武装っていうか、なんかこのキャラ独特の武装ってのが多いから、まあサブ射撃のグッサーイシュバラにしても、なんだっけ、グッサーイシュバラだよな、これ、マジでね、わかんない、グッサーイシュバラだね。グッサーイシュバラにしてもそうだし、ペレットマインにしてもそうだし、あとは、個人的には、足から出るアンカーとかもね、なんか、他のキャラにはない独特な武装が多いから、すごいね、新鮮味があって面白いんですよね、このキャラ。はい、といった感じでご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。